こんにちは。4月16日になっても雪はなぜかまだあります。大新鮮は冗談をしているようですね。新しい景色を探すために私はうちの後ろにある林を散歩しました。気持ちの良い散歩でしたけど、ちょっと長くなりましたので少し飛ばします。ここですね。明るい緑色の青苔と隣にある真っ白の雪が綺麗だと思いました。今週の楽器は篠笛五本調子でした。第7週の五本調子とは別の楽器です。これは私の初めての篠笛でした。これもハワイのシャモト・マサトシ先生が作ってくださった楽器です。たくさん吹きましたのでちょっとわびさびの感じになりましたね。聴いていただきましてありがとうございます。ではまた来週。